じゃあ、ルーを、はい、お願いします。コテラチカントリーの、うん、あれはいいね。コテラチはね、ほんと練習になりますよ。っていうか、見た目もいいし、やってることも面白いよね、うん、あれ見てるとね、うん、もう10月入っちゃって、今日は何日？今日は、月曜日か、あ、違う、火曜日だ、13日、はい、ちょっと2週間ぐらい来なかったんだけど、そうです、心配してました。はい、まず、京都の部屋の番号からはい316番まで、この間、はい、で、今日新たに小島豊さんという方が、はい、どこで番号をもらえるんですかというコメントがあったから、はい、私が勝手に317番にしました。はい、それと、もう2ヶ月、3ヶ月前から番号を予約もらってた、はいはい、のり MP33 さん、はいはい、が、318番、やっと番が来ました、はい、決定318番、はい、それで、予約の方があと、量産量産321番だとか、はい、HRC さんが322番、はい、高野正人さんが337、G さんの G2018 さんが339、はい、それでこの前面白いって言った緑の、あ、はいはい、新緑リプトンさん、はい、新緑リプトンさんだよ、はい、分かる？はい、360番、はい、で2、4、5名の方、はい、だから今日までで318番までで、あとの予約が5人だということだね、はい、最近の YouTube で、エンディング、はい、宮下 あのほらなんかファイヤーマークでまた、ああそれ、ね、ご視聴ありがとうございますので、うんうん、アダルトビデオのあれみたいな音楽が、なんだこのスケベったらしい音楽はって思いながら、いつも見てました。なんだよあれ、なんかそのうち裸でも出てくるんじゃないかと思って。あ、そうですか、まあ、ちょっとじゃあ変えましょうか。音楽、音楽、なんかちょっと静かに終わった方がいいなと思ったから、あの音楽にしたんですけど、あのね、俺の感想、スケベったらしい。アダルトビデオの好きな方は、わかるんだ。いや、俺好きじゃないから知らないよ。直美さんがいるんだから、そんなこと言わせるんだよ。はい、それで私、先週、会えなかったんで、はい、エリカすごかったぞ、お前。おめでとう。勝ちっぷりが良かったね。勝ちっぷりよかった。でもその勝ちっぷりを生では見てないんですよね。私小型船舶の免許を更新行ってまして、ちょうど教師が真ん前の、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。だから直美さんは車の中でずっとこうテレビ見ながら、それで場面になったら、今何番で何打差とかなんかって言うんだよ。で、スマホに連絡くれるんだけど、まんまいじゃん。で、P なんか ならないように、ま、マナーモードにしてたんだけど、バイブでちょっと震えるんだよね。もうなんか言いながらこうやって押すと目が合ったりなんかしちゃって。いやー、これが女子の、女子プロの人気はこれだなっていうのが分かった、うんうんうん、で、男子プロがこれだと絶対人気が出ねえなっていうか、衰退していくだろうなっていうのがあのゲームに集約されてた、うん、で、何かエリカを昔から知ってるし、ずっと応援してるから、俺にとっては、あるいは直美さんにとってはエリカがスターだよね、うんうん、そのスターがこう競りながらでも逆転して、3日目に、それで、4日目に、差を縮まれないながらも逆に優勝した、うん、強さを出した。それがこう見てる人たちをこう感動もさせるだろうし、うん、で俺だとか宮下だとかジャンボさんだとかはエリカのことが大好きで昔から知ってるから、応援の仕方も力も入るだろうし、俺たちジャンガーの関係のものも
そういう目で見てて応援してたから余計なのかもしれないけど、冷静に見てゴルフファンが見てあんなに面白いあのゴルフの何だろうこう試合、うん、ないよね、なかった。それで男子もなんかいろんなことやってるけど人気の差っていうか人気の差じゃなくてもうあるんだけど、ゲーム自体が主役がいて脇役っていうか相手方がいて、これがまた小祝さくらがいいゴルフしたんだよ強くて、うん、ね、それをまた輪をかけてアイアンで刺したりなんかしてて、それで裏話でシャフトを交換したなんかっていうこうジャンボ亭の中でもやってたらしいんだけど、そういう裏話を後で入れたんだけど、あの試合は面白かった、面白かったっていうかゴルフファンはね、あれはね最高だよね。まあスポーツにおいてああいう展開は最高の盛り上がりがありますよね。盛り上がりだから俺はジャイアンツファンで、阪神が強い時のあの巨人阪神戦、で伝統の一戦だとかなんかってこうやってる時ってちょっとあの試合とは似てないけど、何かこうファンを引きつける試合だった、うん、あれを、何がすごかったかっていうと主役がエリカがとにかくすごかった。じゃあ男子プロでああいう活躍っていうかスター選手が優勝争いして勝つっていう試合が果たして男子で作れるだろうか、今後ね、今後、うん、今年はもうなあと2試合しか男子もないのかもしれないけど、うん、今後俺ね、スターってさきっとちょっと芽が出たやつをこうわって育てるファンっていうかマスコミもそうだけど、うんうん、育てるもんだと思うんだよね。そのね男子プロの中にはねちょっとした芽っていうかあれが見当たらない厳しい意見でね、厳しい意見で、うん、だからああいうふうなこう、ましてやあれ NHK で1ホールから18番まで、はい、1番から18番まで毎日土日やってたじゃないか、はい、あのエリカはもう本当にスター選手っていうかあの大スター、うん、全国に、なっちゃったね。まあ全国は全国ですけどね、前からね。でもあれで知らない人まで名前を、あなんかおすごい、あの女子プロ今まででさモデル顔っていうかモデル体型だとか可愛いだとかさ、なんかスタイルがいいだとか、うん、なんかちょっとなんていうんだこうタレント系のプロもいたんじゃないか、うん、エリカ全部備えたで優勝した勝ったって見事だったね、うん、あの男子はどうすんの。まあ、今週ジャパンオープンあるからでしょ、うん、でジャパンオープンあるからって、誰が楽しみにしてる。どういうこと。まあね、だから選手はね、やっぱり一生懸命やってることはやってるんですよ。だからそれは一生懸命やるのはプロだから、金稼ぐプロだから当たり前、うん、だけどスターだとかなんか引きつけるプロって、一生懸命だけじゃダメじゃん、うん、いやもちろんそれはそうですけど、でも出るんだったらこの時期ですよ。これからの時期に多分出ると思いますよ。えそういうみんなが出てほしいなと思ってる時に出てくるもんです、スーパースターっていうのは。おだそれをちょっとこうあのその男子の勢いはやっぱりその亮君が出てき松山君が出てきた時にブンと行かなきゃいけなかったのが、うんやっぱり海外行くとかいうことでちょっと露出が少なくなるとやっぱテンション下がるわけじゃないですか。これが例えばポンと亮君がアマチュア勝ってプロ宣言して賞金王になったって言ったらサクセス的には最高のサクセスなんですよ。うわ高校生で勝ってプロになって賞金王になったってで盛り上がってこなきゃいけなかったのがそこから一つポンと伸びなかったんですよ。でそこからあのまたちょっと人気がっていうか注目されなくなって、でもアメリカでもそうなんですよ結局ね。今でこそ USPGA 騒いでますけど、あのタイガーが出るまではやっぱりそういう感じだったんです。アメリカでもグレッグ・ノーマンが
アメリカを席巻してたわけですよ。グレッグ・ノーマンってあのオーストラリア人ですかね。知ってる知ってる。ホワイトシャーク。ホワイトシャーク、うん。でもタイガーが出てきて一気にこうああなったわけじゃないですか。今の現状を作ったのはタイガーなんですよ。うん、だからアメリカ国民はやっぱりあのゴルフのスーパースターを望んでたわけ。そこにタイガー・ウッズが出てきたんですよ。劇的に勝つっていう勝ち方だったりとか、とんでもないとこからチップインして逆転優勝して。だからこれから出てこなければ本当に本当にあの男子ツアーはなくなるかもしれない。ねえ、うん、でもこれだけは言わせてください。はい。いくら女子がね、あの人気が出て盛り上がっても、ゴルフというスポーツにおいて男子の一番のレギュラーツアーの人間が、レギュラーツアーが盛り上がらなかったらゴルフ界って盛り上がらないんですよ。アメリカもそうです。男子がタイガー・ウッズが出てきてボンと盛り上がった後に女子たちが続いてきた。だからあの日本は一回沈んじゃったけども、ここでまた出てくれば、まあ、今は女子が人気が、ね、あるかもしれないけども、ここで盛り返せればスーパースターが出てくれば、まあ、各州でいいんですよ、スーパースターなんか出てくるのが。でもそれが積み重なって、うわこいつ強え、あ見てみたいっていう人間が一人でも出てくると、それが目になるわけですよ、うんうん、だから完全に否定しちゃったらもう今本当にそういう状態だけど、あの厳しい意見だとね。そうだよね、うん、そういう状態だよね。でも今出てきたらチャンスなんだよって、逆に若い人間ね、もう 誰もできないような、もう憧れる存在が出てこなきゃダメ。いる？いや今いないかもしれないけど、これから出てジャパンオープンで出てくるかもしれないじゃないですか。あのね、そう期待しなかったら、あの見てても面白さが出てこない。そうやって見てほしい、逆にスーパーもう長い目でね、こっから先 2,3 年の目で見てほしい。もうその週のスーパースターじゃなくて、 2,3 年後に、あこの選手スーパースターになるかなって思える見方をしてほしい。それは今の女子ツアーと比べちゃダメです、どうやっても。まあ、ダメって言ったっ って何あ言わない方がいい。なんかもういろいろ言いそうだけど、ね、まあでもやっぱりスポーツは男子のそのね、レギュラーが、うん、あの盛り上がらない限り、本当の意味でのゴルフ界の盛り上がりにはならないんですよ、うんね、それはね絶対にそうなんです、スポーツって、うん、だからで、コロナの影響にしちゃいけないけど、うん、全く試合もないし、うん、ね、男子の露出度もないし、うん、試合自体もないし、うん、それでもってこう来年までお待ちくださいなんていうような状態じゃ、JGTO というか PGA というか男子ないじゃん今はね。今はね、うん、だから終わっちゃうじゃん今年。うん、今年は終わっちゃいますね。ね、そんなにすぐには出ませんから。もうここ10年ぐらいずっと低迷してるんだけど、でもなんかふとしたきっかけで出てくる可能性はゼロじゃない。ゼロではない。かつてのアメリカツアーのように、あの、うん、日本のツアーのように、リョークが出てきた時なんかだって、ね、すごい盛り上がってる。突然だもん ね、あれが起きること起きるんですよ、日本っていう、うん、国内では、うん、ああいう現象が。だからあの現象をうまく活かせなかった人間たちが悪いんだけど、うん、悪いんだけど、でももう一回そういう現象を起こさないといけない。その時にその人間に立ち向かっていく人間であったり、ベテランであったりっていうのが噛み合った時に、面白いエンターテインメントじゃないけども、面白いスポーツのゴルフというものが見られるということで、それが最初の復興のきっかけだなというふうに私は考えます。いや本当に先週の日本女子、うん、女子オープン、あれはもうこの上のエンターテインメントっていうか、筋書きのないドラマじゃないけど、うん、本当にエリカよくやったな、すごいぞお前。そうです、ちょうどその時日曜日ね、皆さんにもお話しした通り、私
船長になりまして、うん、あの乗らないであろう船長ですね。はい、免許を取ってきました。あの小型船舶の船、あの乗る人がいるかどうかわかんないですけど、あの皆さん誰も私 の, あの横には乗りたくないって言うんで今のところ船は買ってませんけど、ちょうどその時に日曜日本当にやってたんだよね。で、講習受けてて、で、私机一番真ん前にさせられちゃってで、この人は、言いましたね。まあだからあの男子もね、まあ、あのないないと言いながら、あと、まあ、今週入れて太平洋とフェニックスと3試合あるのかな。だからまあ、 あのテレビではやると思うからね、まあ、どんな人間が出てんだろうから 見てもらってもいいと思う。やっぱり男子にしかないダイナミックさってあるんだから、女子がいくら飛ばすって言ったって男子には勝てないわけだから、やっぱそれはね、あの俺は今までずっとジャムさんについてツアー、男子ツアーを見てきてるから、余計男子ツアーを、まあ、あの応援するというか、あの生きのいい若いのはいくらでもいるんですよ。ただそれがあの皆さんの注目を浴びてないだけで、やっぱりもっとなんつうんだろう、こう埋もれてるだけでね、もっとすごい人間もいるんだ、いると思うし、 いてほしいと思うんだよね。だからまあね、女子はもう勝手に盛り上がっときなんですよ、今の状態だったら。だから男子もそれに負けないように、あのいるからね、いろんなあのまだダイヤの原石がいっぱいいるから、うん、まああと3年間見守ってくださいと、うんうん、で3年で出てこなかったらもうあの言っとく、もうThe End。 うん、それは言っときます。皆さんそうだそうですよ、うん、だからまあ多少なりともちょっと注目してね、あの見れる人は見てほしいなと、まあ、僕からの要望ですということでいいかな。はい、はい、あのじゃ あ, あの締めの最後一言、はい、あのこれのエンドで流れるあのロールっていうの音楽あれはスケベったらしい。まあちょっとあのまだ編集するときにいろいろ考えます皆さんもぜひご意見をください。あのファイヤーマークのあの音楽、ファイヤーマークのあの綺麗な静かにこう眠りを誘うようなね、うん、あのどっかであのきっと私以外 の, あのご主人あのあのエロビデオの 2,3 本は持ってるだろうからそれに匹敵するような音楽だと私は思う。以上でした。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。